こう好きな子たちと壺の中で自分が作った世界でずっと一緒にいるって楽しくないですか？ダメ？頑張ります、お姉ちゃん。いいかな？ねえ、いいでしょ？旅人、法は制約であり道具でもある。しっかりと頭に入れておけ。もし忘れたらもう一回教えてやらなくもない。原神演飛役の花森ゆみりです。初めまして。初めて原神のゲームを知ったのが、私も CM だったかなって思うんですけれど、本当に最初見た時にまさかスマートフォンでプレイできるゲームだとは思っていなくて、今 PS5 でもできるってことになってるんですけれど、本当に美麗なグラフィックで、こんなところでこう遊べるんだったらちょっと私もやってみようかなって言って、あとこう主人公の蛍ちゃんと空くんをやってるのが、結構知り合いのこう尊敬する役者さんの青さんだったり堀江くんだったりしたんで、ちょっと遊んでみたいなっていうのは前から言ってて、それこそ瑛飛ちゃんのお話をいただくちょっと前からゲーム遊ばせてもらってたんですけれど、すごいですね。やることが尽きないです。できることが尽きないから、ほんと何時間でも遊んでいられるゲームだなって思いました。瑛飛ちゃんはこう最初に紙資料の方をいただきまして、結構そこに皆さんの知ってることも知らないことも いっぱい書いてあったんですけれど、こう、あ、この子は結構見た目にとらわれちゃダメな子だなって思って、それこそ台本をいただいて読ませていただいた時も、こう、なんていうのか、先住である部分が結構強い子なんだなって思って、でもそれでもやっぱこうお父さんとの約束というか、本当自由に暮らしなさいっていう 言葉をもらってたからこそ、やっぱこうそういう先住の部分を持ってても人と交わって生きていこうっていう、そういう選択をできたっていうのは先住たちの中でもこう珍しいタイプの存在だったんじゃないかなっていうのは思っていて、まあ本人がそれをまあ知らないということはないと思うんですけれど、多分そこまでこう気にしないで本当に自然にリーウェという街に溶け込んでいるんじゃないかなっていうところはすごい感じましたね。あとこう結構症状前とした部分もバーヤと話してる時とか、好きな食べ物話してる時とか、お父さんのことを話してる時とか見られるんですけれど、基本こうやっぱ守る側の人間なんだなっていう、まあ、人間というか人なんだなっていうのはすごい感じていて、そこをやっぱ大切に演じてあげたいなって思ったんで、こう法を語ってる時にすごいそこに説得力があって、だからこそ、あ、この子敵に回したくないな、絶対に敵に回しちゃいかんタイプやなって思ってほしいっていうのが、そう感じ取ってもらえる演技感っていうのを意識しながら彼女は演じさせていただきました。 結構私も一人でずっと話しちゃうところ があるかなって思ってて、はい、恥ずかしいな。いやでもなんだろう、エイヒちゃんも結構こう信じてる芯があって、絶対にこれ線通ってるなとか、いや論理的にこれ通ってんなって思ったら、相手にこうもうこれでしょ正解、いや君の言葉はきっと正しくないよって結構すごい慈悲のない戦いをしてしまう癖があるんで もうちょっとおおらかにいきたいな でもエイヒちゃんおおらかなんですけどね、やっぱこう自覚なく相手をちゃんと法的にこうがっちり覆ってしまうっていうところが、まあ、彼女の魅力かなって、魅力でもあり、もしかしたら短所にも当たるのかな、私自身は気をつけようって思ってます。そうですね、もう大好きな子いっぱいいるんですけれど、こう今自分がこう仲間として遊ばせてもらってるのだと、あ、もう本当いなきゃダメになるっていうのは、タルタル兄さん、タルタリアですね、木村さん演じてる、もう本当に何だろう、弓のキャラって
すごい心強い心強いし、私こう的を狙うの大好きな人間なんで、こうあの設定してずっとこう相手の頭とか、こうそれこそ爆炎上とかのコアとか狙うのが大好きすぎてそうなんかこうな捜査官の面でもタルタリアさん好きなんですけれど、あとやっぱフィールド歩いてる時にちょっとこう放置しとくと、俺が住んでたところじゃ今死んでるよねみたいな感じで結構こう無慈悲にせかされるところがすごい大好きでいいですよね。あとハイライトがないところも大好きです、目に本当大好きです。あとエイヒちゃん的にカウン先輩がすごい気になっていてカウン先輩結構リーウェのために働き尽くしててうたた寝しちゃう可愛いところもあるキャラクターなんですけれど、こうそれでもやっぱりなんていうのかな、まあエイヒよりも長生きしてるんで、すごい孤独である面とかも持ち合わせていて、エイヒちゃんがいなかった期間、そのハーフの先人として生きてた、先人として生きてたこう時間ってどのぐらいだったんだろうとか結構考えるところがあってでもなんかエイヒちゃん来てから2人ってどんな関わりしてるんだろうとかいうのは結構演じてる時も気になったりとかしてて、いつかお迎えしたいです。いやもう最近頑張って任務とかも一緒にこなしてもらってるのがゆくあきくんなんですけど、もう本当にたまらんですねもう何がたまらない、なんかもう読書好きっていうのももちろん大好きなんですけれど、あの可愛らしいお顔とすごいこう豪奢なお衣装がすごいたまらなくって、なんかやっぱり動かしててあかっこかわいいなってなるえもうなんかそれでいくと私レザーくんも好きで、やばどんどん出てきちゃう、いや怖いな、私星音キャラの男の子ほんと大好き大好きなんだけど、レザーくんは結構もう初期の段階から来てくれてて、うちのパーティーで体験がいるってなったら即レザーくん持ってくるくらい、あと天空使ってもらってるんですけれど、ほんと強くってずっとブンブン振り回してもらってて、そうでもこう怪我させた時に血の味がするって言われるとすごいこうごめんなさい、もっと強くなります、操作上手くなりますっていう気持ちが生まれるところも好きですね。レザーくん、いやゆくあきくんも捨てがたい、一人なんて選べないです。そうですね、原神の世界に入ったらやりたいこと、それこそピンバーヤにこうねお願いしてもらった壺の中でハウジングずっと続けたくないですか平和な世界で好きな子たち囲うじゃないけどこう好きな子たちと壺の中で自分が作った世界でずっと一緒にいるって楽しくないですか、ダメやっぱ問題解決しないとダメですかね、そらくん助けに行かないとダメですよね、頑張りますお姉ちゃん。はい、今回エンヒちゃん役としてこう原神の世界に参加させていただいたんですけれど、もうプレイヤーとしても本当に楽しませていただいていて、こう何がすごいなんていうのかな、自分の中で画期的だったなって思ったのが、結構こう自分自身が一人の世界で遊んでる時にこう見知らぬ旅人さんから申請が入っていいっていう申請来るんですよ。で結構こう気兼ねなくいいよって言って入ってもらって、まあ、でも私よりも全然強い方だから、もうどこ行く、どんなクエストしたい、いいよ連れてってあげる、もうそこクリアしてるから、え次何やりたいって言って、もうほんとすぐに面倒もずっと見てくれてて、私が帰ってくる時間遅かったりして、なんかもう1時2時とかの世界でもほんと優しく、どこ行きたい、いいよ寝るまで付き合うよみたいな感じで、もう見知らぬ旅人のお姉ちゃんお兄ちゃんがずっと遊んでくれるんで、なんかもう一人でやってても一人じゃない感がすごい強くって、いつもありがとうございます。ゆみりちゃんは皆さんに助けていただいて、なんとかリーウェの途中までストーリーを進められております、本当にありがとうよかったらエンヒちゃんでも
遊んでみてください。旅人のお姉さん、お兄さん。またねー。